浅野川大橋は、石川県金沢市の浅野川に架か,かる橋。同市橋場町と東山一丁目の間を結び、国道359号の一部をなす。北側にある、日の宮倉1594年に、加賀藩書大藩主、前田利家が、北国街道に架けたのが、始まりとされる。現在の浅野川大橋は1922年に、架けられたものであり。 独特の構造に特徴があるアーチ橋である。金沢を紹介する画像にはこの橋が使われることも多い。1922年から1966年までは北陸鉄道金沢市内線が浅野川大橋上を通っており、建造された橋は同じ金沢市内線が走っていた西川大橋と同様に電車の走行にも耐えられる構造となっている。 鉄筋コンクリート作りで全長55.0メートル、幅員17メートル、車道は4車線で歩道が設けられている。また、1988年には、照明や高乱などの改修工事によって、大正時代に建造をされた当時の姿が復活した。歴史的建造物として、西川大橋と同様に2000年12月20日に、登録有形文化財に登録された。 また、浅野川大橋北側にある、日の宮倉も、登録有形文化財に登録されている。浅野川大橋周辺には、東茶屋街や死刑庁といった古くからの茶屋街があり、観光地としても有名である。ありがとうございます。